皆さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。まあ、とは言いましても、この撮影をしているのは、まあ、2014年なんですけどね。そんなこと言わなくても、ね、皆さん分かってらっしゃると思うので、そうですね、改めて、はい、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。というわけでですね、始まりました。はい、毎回、お楽しみのダンスファン DVD、はい、もう何回登場してますか ね、たくさん出させていただきましたけど、 またあの編集部にお便りをたくさんいただきまして、本当にありがとうございます。3通のお便りありがとうございますもうちょっと来てると思うんだけど、 まあ、そんな皆さんの要望にお答えしまして、今回も、中身の濃いレッスンをしていきたいと思います。そうですね、今日は笑いなしで、ビシッとないのちょっとありますけども、はい、よかった、レッスンして、はい、いきたいと思います。はい、はい、それではレッスンを始めましょう。今回のレッスンはですね、ズバリ本当は教えたくないけれども、まあ、いつもお世話になっているダンスファンの皆様限定で、本当は教えたくないんだよね。本当は教えたくないんです。そうなんです。本当は教えたくないんですけれども、うん、ダンスファン読者限定で、はい、教えますという、ダンス3つの本当のところです。はい、今もですね、まだ教えるかどうか悩んでるんですけれども、悩むなよ、もうやっちゃいましょうよ。ダンスファンですし、はい、年明け一発目ですし、そうです、おめでたいです。おめでたいですし、はい、こっそり教えましょう。はい、ではその上達するポイント3つが何なのかなんですけれども、皆さんはまだお分かりにならないですよね。うん、これからですからね。そりゃそうですね。先生分かりますか私、はい、まずは相手を思いやる気持ち、はい、大切ですね。はいはい、とは上達には、はい、それに頼る体、練習に頼る体が必要ですよね。はい、ですね。あとは、うん、まあ、ダンスファンを買うお金、ちょっとすいませんでした今回笑いがないって話なんですけども、それでですね、お金大切です。まあ、間違いではないです。間違いではないんですけれども、はい、もうちょっとですね、直接的にダンスに、はい、役立つ、テクニック、まず一つ目はですね、コンタクトですね。うん、本当はたくさんあるんですよ、コンタクトはっていうことが一つと、うん、あと二つ目は、足ですね。うん、足の裏、靴の中の、うん、見えないところは結構こういうふうに使ってるんですよっていうのが二つ目。うん、はい、でもう一つはですね、リードとフォロー、男性と女性が踊る上でのコミュニケーション、うん、これは本当はこういうふうなものですよっていうようなところをやりたいと思います。はい、はい、そうですね、皆さんもやっぱりコンタクトとか足とかリード&フォローっていうのは聞いたことはいつもあると思うんですけれども、うんうん、もちろん実践されている方もいっぱいいると思うんですけど、うん、もう本当の部分っていうのを、うんうん、理解することでダンスが、うん、もっと早く上達させることにつながると思います。そうですね、はい、丁寧にやっていきたいと思います。はい、では早速一つ目のコンタクトからレッスンをしていきましょう。はい、最初の課題なんですけれども、コンタクトという問題なんですけれども、一般的にですね、コンタクトと言われる部分というのは、5つあります。男性の左手と女性の右手、そして男性の手首のところと女性の二の腕の下ですね。あともう一つは女性の背中に男性の右手がフィットする、そして男性の右の手の上に女性の左手がフィットする、そして最後にボディのコンタクトと、まあ、一般的にはですね、この5つのコンタクトが大事だと言われています。でここではですね、その中でも皆さん興味のあるところだと思うんですけど、ボディのコンタクト、
このコンタクト、ボディコンタクトに関してちょっと説明をさせていただきたいと思います。ボディコンタクトを説明する上で、ポジションというのが、ちょっと説明には不可欠なんですが、一般的にクローズドポジションとプロムナードポジション、いわゆる、正面に立った、半分ずれて立った状態のクローズドポジション、そして開いていくとき、シャッセなんかをする、シャッセフロム PP なんかをするときのプロムナードポジション、その逆で、カウンター、逆のですね、プロムナードポジション、一般的には CPP と呼ばれますが、このポジション、こういうポジションが いっぱいあるんですけど、代表的なポジションはそんなポジション、あとはセームフットポジション、セームフットというのは男性と女性が同じ右足に立って、そして男性の右の中心よりやや右側のところを線として、そこに女性の左のサイドがフィットしている状態ですね。セームフットポジション。またはもう一つはウイングポジション。男性の左側と女性の左側がコンタクトするようなポジションがあるんですけども、ここでは、そのクローズポジション、プロムナードポジション、カウンタープロムナードポジション、このポジションの中で、ちょっと説明を加えていきたいと思います。一般的にですね、一番こう問題になっているのはクローズポジションの部分なんですね。クローズポジションというのは、先ほど言ったように男性が立った半分ずれたところに、男性側からすると右の方に女性がずれたところですね。画面でいうと左側になると思いますけれども、右のボディと女性の右のボディがクローズしている状態ですね。お互いの左のサイドが半身外側にずれていると思います。これが基本的な踊りを始める時のクローズポジションと言われています。で、一般的にですけども、ボディのコンタクトをなるべく離さないように、そして、それをキープしながら動くことが、皆さん気をつけながら踊っているところかなと思うんですけども、正しいと思います。正しいんですけれども、そのポジションというのが、一つ、例えばこのあばらの下であったりお尻であったり、それぞれ皆さんいろんなところを目安にしていると思うんですけれども、その一箇所のポジションをずっとキープしながら、例えば、先ほど言った PP になったり、CPP になったり、セームフットになったり、そしてずっとそれを踊り続けようとすることが多く見受けられるんですね。ところがその一つのポジションにこだわりすぎるあまりに、動き、回転であったり動きであったりに制限が出てきてしまうという、そういうことが多く見受けられるんです。で、ここではですね、クローズポジションの中でも例えば範囲としては、男性でいうとですね、センターからこの右のサイド、横幅、ここでは横幅と言いましょう、横幅、あとは縦の幅、エリアっていうのがありまして、そのエリアが結構広いんですね。で、その中のどこを目安にして動き続けるか、ステップによって変わっていっていいはずなんです。ところが、例えばボディ、このあばらの下っていうふうに決めてしまって、そのまま例えば組みました、でプロムナードになった時もそこを意識しながら動きました、戻りました、回りましたという話になってしまうと、動き、回転、こういうものに、支障をきたすといいますか、制限が出てしまいます。ですからここではそのエリアの中でいろいろなところに動いていいんですよという、移動しますよということを覚えておいてほしいんですね。例えば、先ほどシャッセと言いましたけれども、クローズポジションから、正面向いた方がいいですかね、
クローズポジションで右サイドと右サイドがついてますけれども、最初にスタンドアップした時にエリアとするとこのエリアからだいたいこのエリアぐらいまでですね、縦のエリアでいうと縦幅でいうとこの辺りがついてます。で横で言いますとこの辺りがついてます。こんな感じになってます。でここからプロムナードポジションにここから移動していった時には、男性の右のサイドと女性の左のサイドが近づいてますね。ここでクローズポジションになったところからこれだけ今移動したの分かりますかね。ここまで移動してます。男性でいうとこの辺りまで移動してますし、女性でいうとこの辺りまで移動してます。正面向いて、ここからここまで移動してます。でこれを一箇所でやってしまうとちょっと苦しいですよね。足を出すときにもちょっと支障が出て、次のステップにおいてはもっと支障が出てきてしまう、動きに制限が出てきてしまいますね。ですから男性のボディ、これ一般的なんですが、男性の右サイド、さっき言った縦幅と横幅のこのエリアの中では無数に移動していきます。女性でいうとだいたいこの横幅でいうと前面ですね、右から左までのこの間で、縦でいうと先ほど言ったこの辺りまでですね、これが無数に動いていきます。そうですね、下半身はもっと幅が広くて、まあ、ここからここまでっていう感じですけど、はい、まあとにかく 全部このエリアですね、はい、下半身だと結構大きいですね、はい、男性でいうとこのエリアですね。ここを転がるような感じ、転がるような感じっていうのはすごくいい表現かもしれないです。転がるように男性と女性のボディが変わりながら動いていくっていう、この変化を楽しんでほしいんですね。ですからコンタクトを離さないようにというのは、一つのポジションをずっとキープすることではなくて、動きながら移動していく、変化しながら移動していく、どこか一つ接点はあるはずです。これは二人で踊るための目安ですから、そういった意味ではコンタクトを離さないように踊りましょうというのは、これは大正解なんですね。繰り返しになっちゃいますけれども、一つのポジションをキープではないということを覚えておいてください。必ず転がりながら変化しながら動いていくと、これがお互いのフレームの中で行われるということなんです。例えばですね、同じクローズポジションのままでも、こういう今言った転がりみたいなものっていうのはあるんですね。これは例えばですね、男性が、内回りをするとき、右回りのステップ、例えば、オープンインピタースターンであったりとか、そういうときには右と右がついてクローズポジションで組んでます。でこの状態からずっと一点だけで回っていくと、ちょっと振り回してしまう時もありますし、動き回転に制限がありますね。でスローモーションでちょっとできる限りやってみますけれども、男性のこの右のエリア、少しなんですけれども内回りをする時には若干先に先行してちょっとこう回るような時があるんです。この範囲なんです、この範囲ですから、開いてるわけではないんですが、先ほどのようにピタッとついたまま回すんではなくて、まず男性の方がちょっと先行して開いて、そこに女性が後からついてくると、ローリングアクションみたいなもんですね。こういうちょっと隠れたテクニックというか、そういうものがあります。軽い CPP という感じですかね。 CPP というとちょっと語弊があるんですが、うん、まあ似たような感じがありますね、うん、ですからずっと
平行のままずっと動くではなくて、ちょっと開き気味で女性がかぶってくるような感じ。男性のリードがあって女性がそれについてくる転がりですね。転がりがあります。あともう一つ、同じ、クローズポジションなんですけれども、リバースターン、例えばそうですね、スローフォックスロットのリバースターンみたいなものに入るときに、同じようにクローズポジションから入ります。今さっきと同じポジションになってますね。最初のスターティングポジションです。でここから、リバースターンに入っていくときにピタッとこうついたままで動いていくと、ちょっとこういうふうによれていってしまう危険性があります。その時には若干なんですが、男性のボディと女性のボディが少し、ちょっと今わざとらしくやってますけれども、ちょっと開くような感じがあります。こんな感じですね。これとこの差です。見えますかね。これで例えばリバースターンを踊っていくと、まず女性が開いて、そこに男性が後からカバーしていくような形になります。先ほどの、ナチュラル系でいうと、男性がまずちょっと先行して開いて、そこに女性がかぶってきました。今度は女性のボディがちょっと開いていって、そこに男性が後からかぶっていく、まあ、これは全身アクション、外回りのアクションになっているわけですけれども、ピタッとついたままピタッとハウスで行っちゃいけないわけですね。宣伝今日は真面目にやるんで、この辺にしておいてください。もう一度ちょっと見せておきますね。ピタッとハウスだとピタッとハウス、はい、で今度はちょっとローテーション、体の中での時差を作ると、ここから男性がかぶっていくと。ご覧になれますかね。一番言いたいことは、一つではなく、コンタクトというのは無数にあるということです。そこをしっかり押さえておいてください。これがボディーコンタクトに関する説明です。あともう一つ、フレームのコンタクト、先ほど言ったあと残りの4箇所がありましたけれども、女性の立場からその4箇所プラスアルファがあるということを説明させていただきたいと思います。さあそれではですね、先ほどボディーコンタクト、ここに焦点を絞りまして、コンタクトというのは無数にあるんですよっていう話をしたんですけども、その他の4つのポイント、フレームのコンタクトですね、男性の左手と女性の右手、男性の手首と女性の二の腕の下、そして男性の右のハンドと女性の肩甲骨で、もう一つ女性の左手と男性の右の腕と、4つあると言いました。で今日は皆さんのためにですね、プラスアルファをうちのワイフが用意してきたんですけれども、はいはい、プラスいくつあるんですか。3つですか。2つじゃないですか。2つじゃない。3つもあるんですか。3つ。そうですか。予定にはなかったですね。本当にサプライズですね。はい、じゃあその3つを、はい、ちょっと説明していただきましょう。一つは、はい、この部分ですね。手とその触られてるっていうんですかね、下からサポートされてるところのちょうど間です。そこは私たちからもアプローチしなければいけないところです。ここですか。はい、ここです。でこれはどうしても肘がやっぱり上がってしまうという女性独特のっていうんですかね、癖があります。形を作るあまり、はい、形を作るのと、あと多分これでバランスを取ってるんじゃないかと思います、うんうん、これがないときっとフラフラするので、まあ、バランス棒の役割というか、うんうん、そんな感じでシャドーされる方も多いですし、組んだ時もそういうふうにしちゃう方が多いんですよね。はい、うん、そうすると男性の手を感じられなくて、お父さんの手が下がってるとか、うん、はい、浮いてるから下がって感じ、浮いてるので下がって感じるところをお父さんが下がってるとかって言っちゃう
よく聞きます。よく聞きますよね、はいはい、なので、そこが接点があると男性は下がっていることを気づかないんですね。接点がないと、うん、でもし接点があったとしたらその重さを感じるのでどのあたりが適切なのかっていうのをこう感じやすくなるんですが、その部分がないと浮いてるのでどこに自分の肘があるのかわからないっていうところがあります。その理由がこの、はい、この隠れたコンタクトですね。そうです、はいはい、2つ目はどこでしょう。2つ目は、はい、脇、ちょっと見せますけども脇と肩甲骨のちょうど間ですね。ここですね。このつかめるところですか。はい、つかめるところです、はい、ここですね、はい、そこですね、はいはい、この部分、はい、意外とここをですね、まあ、さっきの肘と関連してるんですけども、こうやって持ち上げて中にぐーっと入れてしまう方が多いんですね。あ、はい、背中を伸ばそうとか、あとは、まあ、ラインでしょうかね、このあたりのそれを取ろうとしてぐーっと中に入れてしまう。そうすると男性の手も女性の背中をつかめませんし、手前に入ってくるということですね。そういうことですね。肘も感じないので男性は雲を掴んでるみたいな状態になります、うん、そうすると余計手に力が入って、うん、まあ、肩が上がってしまったりとか、こんな感じですか、はい、うん、で男性やっぱり上がるのは男性の肩なのでどうしても男性を直すんですけど、直されるんですけども、ここに関わり合いがないとこの肩っていうのは折りません。こちらに重みがかからないと、はい、釣り合いが取れなくて肩はいい位置には折りません。これが中に入っちゃうと掴もうとしてどうしても引いてしまう、うん、なので、背中とちょうど上のコーナーですね、ですね、はい、コーナーに向かって関わってあげるっていうことですね。これが前に入ってきてしまうとこうなってますね。そうですね、はい、そうすると男性の肩だけ直されちゃうという、はいはい、ところに来ますので、その2つはとても重要です。なるほど、はい、3つ目は、3つ目はですね、愛情ってことですかね、ということです。これが一番大事だと思います、はい。